皆さんこんばんは。クリボッチで動画を撮ってるエミリーです。これイラつかもしれん。今のポーズ。前回は真島の五郎さんが5億円を稼ぐためにライバル店オデッセイのキャバクラのところでナンバーワンの売り上げののぞみちゃんを引き抜きました。なので、そこから行ってみましょう。メリークリスマス。行きまーす。真島の兄さん。ごめんね、みんな。すごい賑やかだね。やっぱり昔は堂々と歩いたりしました。舐めとんのか、悪い。誰？柄の悪い声。ん？何や、今の隣声は。向こうで喧嘩でもしとるんか。何何？めっちゃゆっくり歩くじゃん。普通走るよね、気になったら。バレるでしょ、この距離。こんなにでかい刀持って勝ち込みかけるアホがどこにおるっちゅうんや。ドスとかチャガとかもっとマシな武器はないんかい。めっちゃ怒ってる。私の声も目つきの鋭い男。その声量と良さが分かんないのか。だからあんたに売る気が起こらないのだよ。なんやだ、密売人風情が波上がって。客の望むもん売るのが商売の基本やろが。どうやら武器の取引をしてるみたいやな。面倒なとこに出くわしてしもたわ。私は自分が認めた相手としか取引をしない。あんたが私の武器を扱うにふさわしい男か試させてもらおう。試すやと、どういうこっちゃ。これから私と手合わせをしてもらう。私をうならせることができれば合格だ。何が合格や、偉そうに。ほんなら望み通り相手したるわ。この刀つこうても文句はないな。もちろんだ。武器の扱い見るための試験だからね。は、腕なくしてから後悔しても遅いで。死にさせや。え、目つきの鋭い男さ、目に傷すごかったね。服って服が逆だよ。あ、うまっ。めっちゃ強っ。お、マジマのゴロ、マジマ兄さんだった。強いよ、マジマの兄さん。この傷なんだか気になるな。なになに？何があった？なんや、今の暴走気はまともな武術とちゃうのに相手の刀の動きを完全に封じ取ったで。刀の動きか。クソが。不合格だ。このクソみたいな刀使わせといて何言ってんねん。そっちの棒の方がよっぽどええ武器やないか。それは嘘でしょ。これはどこにでもあるただの根だ。むしろその刀の方こそ私が特別に備えた技物だったのだが。何やと？やはりあんたでは使いこなせなかったようだな。二度と私の店には来ないでくれ。誰がこのような店二度と来るか。全く腕利きの武器屋がおるっちゅう噂聞いてわざわざ来たのに、詐欺もええとこやったわ。なんであの服の感じさ、反対なんだろう。気になる。あかん、思わず見とれてしもたが、武器の取引屋なんて厄介ごとに巻き込まれるのはごめんや。見つからんうちに早いとこ立ち去らな。立ち去れ立ち去れ。もう一言飛ばしで登る羽根。誰？長靴のおじさん。おっ、もう真島、奇遇女の。おっさんか、ビビらせんなや。ちょうど今、お主と存分に手合わせできる場所を探しておったところじゃ。そうかいな。あっちや先客あるで。なんだかやばそうやっちゃな。はい、違った。あの男はフェイフーというものじゃ。武具屋を選ん営んでおる。武器で戦わせたらなかなかのものじゃ。おっさん、あの男知っとるんかいな。あやつの死んだ味は古い付き合いでな。蒼天堀に来たのはあやつの顔を見に来るのが目的だったんじゃ。せっかくじゃ、フェイフーに紹介してやろう。何やって？ちょ、余計なことすんなや。がたいこと申すでない。お主にとってもフェイフにとっても悪い話ではないぞ。ということや。
それにな、そんなこぞこぞしては無駄じゃん。ゼフはとっくの昔からお主のことに気づいておったようでぞ。あ、いる後ろに。ごめんきさん、私はその音が信用なりません。危険な雰囲気を感じます。お主も固いこと言うの。ほれ、さっさとこの男にも試験とやらせんか。わしの見立てではこの男なら合格するぞ。ああフィフ、アホか。なんで俺が試験受けなあかんねん。俺は別にこの男の店になんて用ないんやで。確かに。マジマ、お主、先ほどの二人の戦いを見て何か思いついたような顔しておったな。え、図星がつくづく戦いの才能がある男のようじゃな、お主は。いや、そんなんとちゃう。ただしょうもないこと思いついただけや。だがもしそのしょうもない思いつきがこの武器の達人フェイフーに通じたとしたら、それはきっととんでもない思いつきに違いない。何この自信たっぷり。生かすのも殺すのもお前次第。どうじゃ、試したくなったのではないか。ひらめきね。ふん、今日はいろいろあってクタクタなんや。さっさと終わらせるぜ。お、フェイフー、お主もいいな。あなたがそこまで押すならいいでしょう。決まりじゃ。さあ、お主は何を使う。相手は武具屋じゃ。きっと何でも揃っておるぞ。俺はそこに捨ててあるバットで。バットだと。バット。つば飛んじゃった。渋いよここ。ほっほっほ、これはまた面白い対決になりそうじゃな。では早速始め。怪しい男。勝ってるかな。さっきめちゃくちゃ強かったよ。スラッガースタイルにチェンジ。高校期でスラッガースタイルに切り替えられます。スラッガースタイルにチェンジしてみましょう。はい、高校期ね。バットで堅牢なガードを堪能してみましょう。バットを使ってフェイフーの猛攻を防いでみましょう。了解。こういうこと。セブンデガード来い。急に来んだねこれ。危な。スラッガースタイルを駆使してフェイフを倒せ。いけ、よし、いけ。やった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 。イエー。なんだこの間は。バッと武器として使いこなすとは、あんたなかなか面白いことをするな。ああ、勝ち込みで使ってたのは思い出しただけや。昔よりよく触れとったと思うけどな。わしもびっくりしたわい。さすがのお主でもフェイフ相手に月やいばでは辛いかと思ったが、奇遇じゃったか。あ、見ちゃった。え、フェイフ言うたか。俺のバットさばきはどないやったや。はい、もちろん合格です。あなたのような人にこそ私の店の顧客になっていただきたい。店って武器のかいな。そんなん言われても今の戦い方見れば分かる通り、俺は普通の武器に興味ない。ふふ、むしろ好都合です。私はただ武器を横流ししているだけの売人ではないのですから。どういうこっちゃ。これからお時間はありますか。私の店はこの近くにあるのでご案内します。そこで詳しいことをご説明しましょう。お店に行くのこれ。へえ、美味しそう。レバニラ食べたい。はい、ここが私たちの店、リュウコハン店です。表向きは妻と二人で中国料理店を営んでいます。そうなんですね。おぉ、こちらが妻のロンハです。前髪いいね。新しいお客さん来たのね。よろしくよ。よろしく。それで、ただの武器屋とちゃう言うてたが、それは一体どういう意味や。はい、この店で主に取り扱っているのは、私自らが魂を込めて丹精した武器の数々、いわばオーダーメイドの武器なんです。
なるほど、あんたは武器商人やのうて武器職人やったっちゅうわけが。そういうことです。それでは早速ですが、うちの武器の作り方をご紹介します。お願いします。エージェントに珍しい素材を取ってきてもらうか。なかなか変わった趣向の店やな。はい。世界各地の武士職人と太いパイプを作るのが私たちの目的なのですが、エージェントによってはジャングルにも行きます。ジャングル？ジャングルにお宝探しかいな。そりゃ面白そうやな。そういった古典文明があった場所からは美しさを追求した武具が出てくることもあります。私はそういう武具も取り扱いたいと考えています。後ろの鏡がボロボロ。それとある程度投資してくださった場合、お礼として私が武器の扱い方をお教えします。片言になっちゃった。おう、それじゃあさっき俺と戦った時はまだまだ本気やなかったっちゅうことが。めちゃくちゃ強いじゃん。先ほどはあくまでも試験でしたから。ふう、クエン男やな。て、せや、それで思い出した。俺めっちゃ腹減ってんのやった。ここ表向きは中華料理なんやろ。なんか飯食わせてくれよ。食べたい。いやー、そっちの客でもあったか。それじゃあとびっきりのごちそう用意するね。今のうまかったかも私。何が出るのかな、ご飯。食べ終わってるじゃん。何食べたの？気になる。真面目とやら、お主に一つ頼みがある。何ですか？何や、急に。あの店のことは他言無用なのはもちろんじゃが、あの二人の様子には注意しておいてほしいのじゃ。え？あ、あの夫婦になんか問題でもあるんかいな。今はまだ詳しくは言えぬが、あの店はそのうちとんでもない相手を敵に回すからもう知れんのじゃ。何？どういうこっちゃ。まあ今はまだ心配なさそうじゃ。とりあえず気が向いたらあの店で武器を買ったり探索の発注をしてやってくれ。そうなの？わかった。わしはこれから野に出て鍛えてまいる。お主もせいぜい精進せよ。精進せよか。危ない危ない。美味しかったです。ごちそうさまでした。おう、待てや、真島。え？どちら様？あ？誰や、お前。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。やばい、引き抜いたから。オデッセイ？望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。身によってうちのナンバーワンを引き抜くた。はええ度胸しとるやないか。何？カラフルな方々がおいでになりました。くすみカラーです。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。え？そんなに金が欲しいか？欲しいよ。客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。何？お前らの言う通りや。あ？お客様は神様。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めたるわ。せやけど客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。かまん、やってまえ。なに、蒼天堀のチンピラ。私が
殴ります。やばい、いけ、よしよしよし、あーやめて、痛い、いけ、よっしゃ、いけ、よっしゃよっしゃ、いくぜ、ボコボコバットいいね、いけ、よっしゃ、あ、こんな端っこに隠れて決まったぜ。顔が悲惨ですわ。強すぎる。なんなんやお前は。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証せんぞ。お客様は神様やからな。ナイス兄さん、ナイス。もしかして、あ、そっか、こ、家か。あれ？入ります。マジマのアパート。もう暗い。片付いてますね。わお。揚げそば？あ、違った。人がいた。え、怖い。怖い怖い。上にもいる？めっちゃ見張られてんじゃん。やばいよこれ。うわ、こちらも？え？うわ、これ、あ、この前目合った人だ。キャバレーの休憩中に。この街は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。兄弟。第四章、極道の証明。え、兄弟ってさ、キリュちゃんのこと。3年前、カムロ町。おう、兄弟。おう。おい、え、例のあれ持ってきたんやろな。ああ、わかる、目がある。まがいもんは一切なし。スイカ堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁、1丁につき6発撃てるとして36発発射できる。36発か。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか？柴田藩。担当直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを？あなたと冴島は今日、出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。
このまま襲撃に向かえば堂島組長や島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。ま、真島さん、あんたは俺に兄弟裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせえっちゅうか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構えん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちは備えのもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、何、怖い。柴田。あ、目がやられた。冴島さんが兄弟だったんだね。すごい残酷なんだけど、やば。お前には失望したで、真島。島野太。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。穴蔵。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。なんだあの武器。ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。熱いんだあれ。なんでやろな。親父、兄弟を教えてください、親父。笑った。なんてやつ。ああ夢に出てきたの。寒そう。本日の動画はここまでです。いやー、今回もすごく面白かったですね。真島の兄さんがなぜ眼帯をしてたのかっていうのも分かったし、龍が如くの極みに出てきた島野太さんがまた出てきましたね。あの方かなりお強いです。あと真島の兄さん兄弟がいたことも分かってびっくり。あの冴島さん結構ごつい方でしたね。今後また冴島さん出てくるのかな、すっごい気になる。二人の友情とかね、とても気になります。真島の兄さん初めて眼帯してないバージョンを見たんだけど、正直片目眼帯してる方がかっこいいよ。今の方がいい。ってことで、次回はどうなるんでしょうかね。どんどんね、真島の兄さんの過去がね、じわじわと出てきてとっても面白いです。早く次もやりたい。じゃあみんなもまた次の動画を見てくれたら嬉しいです。またねー。